夏目さんが今トイレに行っているので、今回僕一人であります。久々にお便り読んでみます。ラジオネーム、茂山さん、ありがとうございます。はじめまして。神戸大学生をしているものです。いつも楽しく聞かせてもらっています。二人のゆるい雰囲気はとても好きです。そしてたまに出てくる半端なく役に立つお話も好きです。質問が二つあってメールさせてもらいました。1つ目、お二人に会うことって可能ですか？というか、どこに行けば会えますか？ポッドキャストを通じて二人の大ファンになりました。いつか一緒に何かしたいなぁと本気で思っています。来年から東京の IT 企業に就職するのですが、豊島園や IT 憲法の寿司屋さんに行けば会えますか？お二人、お忙しいお二人と思いますが、ぜひ一度お目がたいです。はい、あともう一個ありまして、2つ目、唐突ですが、大学を卒業する意義についてどのようなお考えをお持ちですか？僕は昨年起業したりして、そっちメインで活動していたため大学を留年しています。内定先も最悪大学辞めて入社してもいいと言ってくれたため、早いとこ事業を売却するなり完結させ、東京にもう行っちゃおうと思っていた時期もありました。しかし前、実家で家族でお酒を飲んでいた時に、母にあなたの卒業した姿見てみたいとしっぽり言われて以来、僕は大学を出ることを決意したので、今さら大学を辞めるつもりはなく、僕の中で結論は出ているのですが、興味としてお二人のお考えを聞きたいです。新卒カードが有利や、ここまで学校来たんだから大学出といた方がいい的な、サンクコストもったいないみたいな意見をよく大人から聞くのですが、お二人はどう思いますか？長文失礼いたしました。はい、茂山さん、めちゃくちゃ長いお便りありがとうございました。ちょっとね、長くすぎたんで整理しますと、一つ目は、お二人に会うことは可能ですか？どこに行けば会えるのかというのが1点目ですね。で、二つ目、大学を卒業する意義とは何か。この茂山さんは、まあ、留年もしてるし、起業もしたし、大学どうしようかなと思ってるけど、お母さんに卒業する姿見たいって言われたからちょっと悩んでると。どう思うかってことですね。夏目さんどうすかね。トイレから戻ってきました。大学って卒業した方がいいんですか？大学？大学。いいんじゃないですか？そりゃめでたいし。ねえ、僕も卒業した方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。これは、なるみさんが今お便り読んでたんですか？そうです。ああ、なるほどね。なんかお母さんがね、卒業した姿見たいって言うんだから、はい、それは見せてあげた方がいいんじゃないかなっていう派ですかね。わざわざしない理由も、ない気がするな。大学って8年間ね、ちょこちょこ単位取って卒業するのもいいと思うから、入ったんだったらせっかくだからね、しといた方がいいんじゃないかって思いますけども。ただ僕の知り合いで、大学全然行かずに社会人になった、僕が家で家庭に育ててた中卒のガキンチョがいたんですけど、ものすごい仕事ができるんですよ。あ、そうなんだ。なんでかっていうと、社会人1年目とかを、もう17歳とかの時にやっていて、ああ、まだじゃあ7年目ぐらいになってるの。そう、そうすると他の、新卒の大学生と同じ年齢になった時に、もうすごくできるようになってるので、ああ、早く社会に出るのはいいことだなって。まあそれもそうですね。大学意味あるのかなと思う時もありますね。でもやっぱ大学生でバイトとかする時に、学生ばっかのとこでバイトするよりも、なんかたくさんいい大人がいるようなね、バイトとかするとより社会に出たような感じも味わえるし、いいんじゃないかと思うんですけどね。いろんな人と触れるのはいいですよね。そう、でも別に大学行きながらでもできると思うんで。そうですね。卒業するのはいいと思います。まあ自由ですけどね。僕は結構卒業したい派で、4年生の時に、なんか単位が危なくてできないかもって言った時に、先生のとこに行って、家まで行って、謝って、ちょっとなんか単位とかくれないもんでしょうかって言ったら、じゃあわしの本を買って論文書けば
許してやるって言われて本を買いに行ったんですよめちゃくちゃ高いその本が、はいはいはい、6000とか7000とかして、はいはいはいでまあ、なんとか感想文みたいなものを出したら単位くれましたね、うん、でめでたく4年間の卒業っていう感じでしたけど、まあ、今思えば別にどっちでもよかったんですけどね、うん、就職決まってなかったし、うん、卒業証明書を出せって言われること僕今まで1回もないので確かに1回もないわだから、うん、自己申告でもいいかもしれないですよそうっすよねなんかここ 2,3 回の転職でももはや履歴書も出してないし、うんうん、大学名とか誰も聞いてこないし確かにいらないんじゃないかって気もしましたね、うん、まあそう考えると大学行かなくていいんじゃないかっていう、うんうん、いや行かなくていいと思います行かなくていいね、うんうん、新卒でなんかいろんなね会社エントリーするときはね卒業証明書見込み証明書とか、うん、成績の証明書とかなんか提出されましたけど、うん、なんかこの年などもうないっすもんねないっすねうん、うんアフリカ人なんて別に慶応とか書いてあっても分かんないですから分かんないしね成績を見てもわけ分かんないしねんい、うん、3がいいのか悪いのか4がいいのか悪いのか分かんないですからね、うんうん、1が一番いいんじゃないかみたいな人もいそうですもんね、うん、5ってことはダメだなそう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 、うん、だからそんなのはねなんか日本のこの都内の狭い価値基準なんで、ね、まあ何でもいいんじゃないですか何でもいいと思いますね、うんうんお母さんの言うことが大事だと思いますよ僕は、うんうん、確かに僕はいやそうだな、うん外からの評価は何でもよく、うん、別に好き勝手やればいいと思いますが、うん、自分の中で卒業したいって思えばあそうですねいいです、うん、でお母さんが好きでお母さんがそのお母さんが卒業してって言ってんだったら、うん、いいんじゃないですかそうです、ね、卒業すれば、うん、あと最初の質問なんですけど、うん、どこに行けば夏目さんに会えるかっていうどこに行けば夏目さんに会えるか、うん、豊島園でしょうかそれとも IT 憲法の寿司屋さんでしょうかって言ってますけどあ夏目さんがいがちの場所ってどこですかねどこだろうなそうですね僕がいがちな場所はガーナガーナガーナ以外にあるでしょさすがに国内でそうかガーナのフランキーホテル行くと大体僕があそうなんだあのシーザーサラダ食べてますガーナ行ったことないな僕の場合ね赤坂見附によくいるんで、はいはい、あの赤坂見附のとあるビルにあるロッジっていうコワーキングスペースに来ていただけると、うん、いつでも顔出しますんでメールしてください、うんうんお問い合わせありがとうございます、はい茂山さんでした。